こんにちは、アロマテラピースクールマイカ佐野です。はい、今日は手のひらの手指消毒についてお話をしますね。手指消毒、アルコールでプシュって取って、その後なんかテレビで芸能人の人がやってるのを見ると、こうギュッてやって、その後すぐハンドクリームを塗るように手の甲に塗っちゃってる方いらっしゃいますね。ちょっともったいないなと思って見ています。なぜかというと、手指消毒目的、手のひらを消毒するのがメインのはずですよね。だって手のひらにで物に触れたりするし、で手のひらを使って物を食べたりとかするわけですから、なので手のひらの消毒が大事になってきます。あとは指先と、あと手の指の股とかですね。ということで、まずはシュッと取ったら、手のひらコスコス、あ、十分な量を取らないとダメですよね。ワンプッシュプッと出して、でわーっと濡らしたら、次に指の股までまずコス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 ってする。そして手のひらの上にこの爪の先をこすりつけるようにして、この爪の方までちゃんとこするをやる。そこからまたもう一回手のひら全体と股を同時にこすって、で最後にこの手首から手の全体に伸ばして、はい、これくらいできっとアルコールも揮発して飛んでいているはずです。はい、お試しください。それではまた。